自分を変えたい、そう思ってたどり着いた場所に私は座っている。ただ黙ったまま座っている。まるで見えない檻の中に自分から入っているように。うちの部署に配属になった新人の田村だ。田村穂野です。よろしくお願いします。菅井、お前が動かしているプロジェクトに入ってもらうから。はい、よろしくね。よろしくお願いします。みんなはどうしてできるんだろう。私はなんで動けないんだろう。田村さんはどう思う。私はわからないです。聞いてよ、うちの新人がね、全然発言してくれない。最近の新人はそういう子多いみたいよ。そうなの。やりたいことがあるからこの会社に入ったんだろうけど、やる気ないのかな。あれ、行きたい部署に配属されなくてやる気をなくしてたのは誰だっけ。え、あの頃の優香と同じ年なんじゃない。ゆっくり話を聞いてあげたら。やりたいことはたくさんあるけど、私なんかがという想像のガラスが私を閉じ込める。新人でもさ、もっと発言した方がいいよ。そして一番若いからこその意見もあるんだから。何も伝えられないまま頑張ろう。今日も一日が過ぎていく。やっぱり大勢の中で仕事をするって向いていないのかな。最近はどう？いや、全然。そっか。菅井さんが新人だった頃ってどうだったんですか？私はね、配属が行きたい部署じゃなくてもうガーンって感じで、やる気出ないし、守屋には嫉妬するわで大変だったんだよ。菅井さんがですか？うん。でもね、やっぱりどこにいてもできることを諦めずにやろうって思ったんだ。そうだったんですね。お願いします。お預かりいたします。田村さんはやりたいことはないの？誰だって最初からうまくいくわけじゃない。転んだって笑われたっていい。自分の殻という足かせを外そう。その先に新しい私が待っているはずだから。菅井さん、これ見てもらってもいいですか？え、何？すごい、これとか次のプロジェクトのヒントになりそう。本当ですか？うん。他の誰かじゃない。自分を動かすのは自分しかいないんだ。気づいたらどこへでも行けるような気がした。きっと私たちはもっと自由でいい。他人の目なんて気にせず、この先に見える未来に向かって自分のペースで歩いていこう。
次の自分へ進むあなたに、イオンカード。